はい、それでは、どこまで住んでんだっけな。始めていきますけどね。いや、このウルティマっていうゲームだけ、やっぱりちょっと視聴率高いね。他のゲームより。やっぱりみんな思い残したことはあるのかな。多分ね、これ絶対見てる、やったことある、当時やったことある人が見てると思うよ、これ。今日は何やるかっていうと、まあ、例のごとく、まあ、お金こんだけ貯まりました。死の洞窟で5300くらいかな。で、その次、どれくらいだったかな。1800くらいだったと思うよ。で、その次、2000いくらか。忘れた。もともと持ってたからね。んで、その後1800、1800くらいかな。で、状態が、あんまによろしくないな。一人ポイズンだね。3番目だけポイズンで覚えとこうか。もうどうせ、ポイズンっていうからな。食料結構買ったからね。それでもう335か。相当買ったんだけどな。いやー、でもなんか結構死んだな、このゲーム。結構、作戦立ててやったのに。あー、しまった。あそこだ。ここに乗せてるんだよ。嘘。出たー。あれ使えよ。ああ。もう。米トラだ。まいったなー、これ。めんどくせー。なんで当たったの。まあ、いっか。もうめんどくさいなぁ。ずる。一回ずらしちゃおう。わ、つえ。確かね、海の敵どうだったかなぁ。めんどくせぇ。あ、来た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 。こう下行っちゃえよ。これこうやって、こう下行っちゃえ。一応肉弾でもそこそこ強いはずだと思うよ。ほら。あ、強い強い。最強の剣だ。で、これどうやって倒すの？こっから先。うわ、やっぱ戦士強いわ。あー、でもやっぱ肉弾が強くなってる。攻撃失敗しょうがないんだよね。器用さゼロだから、もうどうしようもない。それを今から直しに行くんだけど、めんどくせえなー。こいつ逃がそう。逃がして寄ってくるじゃん。それを狙ってんだって。あー、どうしたらいいのこれ。どうしたらいいのこれ。あ、来た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 。で、やっぱシスターだけだ。ああ、来た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 。これでもやっぱり飛び道具なかったらしんどいゲームだよこれ。本当に。ああ、結構減っちゃってるじゃん。これもへ、回避されるのはしょうがないんだって。費用差ゼロだから。それしょうがない。何？あれの方が、やっぱ、与えてるね。最強の剣の方が。やっぱり最強の剣の方が耐えてる。早く。早く。あ、細い、頑張れ。おお、勝ったぞ。多分、判定で捕まったんだろうな。今日何だったっけ？
おっそ。あ、そうだ、忘れてた。誰か、勝ってたんだよな。ここ戻った？あ、もう5分だよ。あの、渦巻き探してんだよ、渦巻き。ないかなー。渦巻きないかなー。渦巻きないかなー。てか、ここに戻す必要ないんだよな、よく考えたら。別にロードブリッシュに用はないから。どうしようかな、じゃないや。あそこ行くんでしょ。今日はね、あそこに行きます。あ、どうやったかな。アリナミがベホーバーだったかな。そうそうそう。140しか回復しないじゃん。ベホーミーだな。ちょ、渦巻き渦巻き、どこだよ。一回リセットさせるか。そういう方法もあるんだよ。そういうずるい方法があるんだよね。あ、ほらほらほら、ね、これずるくないから、これずるくないから、これはもう仕様を知ってる人がやることだからね。今日は魔法使いか。ちょちょちょ、あれ、あれ間違えた。なんかわけわかんない、わけわかんない。え、ちょっと待ってね。そう、適当に。そうだ、まあ、あんま減ってないから大丈夫だ。今日は一応魔法使いメインなんで。もう7分経っちゃったよ。いやー、これやっぱロールプレイングってなんだろうな。あ、こっちか。どっちだったっけ。ロールプレイングはもうね、しょうがないよな。まずここで、でもセーブしとくでしょ。やっぱ最強の剣強いわ。最強の剣強い。これもゴメドラで、うん、ゴメドラでいいよ。ゴメドラ使えるたびにわざわざ35にしたんだからね。ああ、もうな、魔法使い何もできない。だからそれがやっぱり弱点だよな。一回使ったらもう何の意味もないみたいな。それじゃダメでしょ。誰だったかな、忘れちゃった。最初でいいんか。もうでもここも庭みたいになってきたし、4回目か。祈るはちょっと取れなかったんだよな、確かね、前回でね。まあもうすぐだけどね。ここ初めてだったっけ。まあ初めてじゃないはずなんだけどな、魔法使いがやってるから。魔法使いが上がってるから初めてじゃないんだけど、一周見てみるか。一応初めてという体でな。うん、こんなんやった気がするね。で、どうしよう。魔法使い25でしょ。魔法使いが25でマックスに、あ、35か。一応集めようぜ。ちょっと待てよ。
で、これで5000になるんだよ。一応7000にしようか。7000だったら105になるから、まあいいじゃん。6000は出していいのか。ちょっと先計算しよう。間違えた、合ってるか。5000で85で、まず2000、とりあえず2000渡そう。とりあえず2000渡そう。とりあえず2000渡しての、んじゃ結構いい子になるでしょ。でこれ6000の95になるっていうことだな。まああともう後にしよう。とりあえずこれやって95にしたらいいんだよ。これか。あと10回やね。60回か。で、35で95になってるはず？なったね。じゃあ、あと、4渡したらいいんだ、どっかから。4。まあ、戦士は使わないから渡そう。400でマックスになるでしょ。一応魔法まだ使えないけど、これ回復してたら、回復してたら、ああ使えないよね。だから回復したらどんどん使えちゃうっていうことだね。3人目。これなんか税金じゃないけどね、もう使わないとどんどん入ってくる損みたいな。税金の使い道みたいになってるの。税金ってそうだからね、もう余ってるから道路に使っちゃえってなるわけよ、そういう計算だから。だからなんかね、なんだ、年末かなんかに工事が多いんだよ。1234で、はい、マックス。じゃあどうしようか、次どうしよう。考えてないんだけどね。とりあえず清さを、シスター欲しいし、なんかあるの、3000、6000、7000ぐらいあるでしょ。ちょっと待ってよ。25でしょ。25。で、5000。6000以上あるよ。6000、7000あるから。どうしよっかな。もう戦士はそうだな。戦士どうしようかな。どうしよう。30、30でまだ余るのか。30でまだ余るの？30、30で何分余るの？1700余るの？へぇ。30、30で1700か。どうしようかな。30、30で1700か。どうしようかな。
じゃあ30、30だったら1700か。じゃあ40、30で行こうか。40、30。あ、でも、あ、清さ、清さげましょうか。清さあげるか。あ、いやいや、でも清さもこれで十分だしな。いや、まだ上げたいっていうのはあるけどさ、もう80やったら十分でしょ。結構かわしとるしね。30でどうしようかな。あと自分の気合さにしようかな。いやいや、それぐらいだったらそうだな、あの選手の気合さを17上げた方がいいな。それでいくか。それでいこう。あ、でも本当は盗賊も結構強くしたいんだけどね。あ、分かった。ほんじゃ盗賊の強さ40にやっぱするか。40にしてあれするか。あ、歩きながらしよう。盗賊を30、30でしょ。30、30を40、30にしたらいいんじゃないの。決定。決定いたしました。もうセーブいいか。まあ、セーブするか。安いもんだ、50円でな。ここ以外は何やるか分かんないし、ボスいたら嫌だからさ。あの上は清さでしょ。もう清さじゃん、放り切らないから、強さか。ああ、そうそうそう。危ね。忘れてた。今、ほんと危なかった。もう忘れてたもん。危ねえ、危ねえ。ちょっと待ってよ。魔法見てみるか。ちょっと待ってよ。ああ、もう全部か。ちょっと、さっき、回復しとく。もうさあ、うーらうーら、ナムソキ来た。ナムソキ来た。いやー、楽しいねー、これ。楽しいよ。最初から要はアンブロシア行かないと強くならないんだよな。なんかこれ最後の方に来るようなイメージだもんな。全然違う。全然違う。あの、今回のあれがね、ステータスとか見たら、こうなるんだよね。もうやらないけど。あの、今回の、あの、デスガルチあんまり取ってない。よく出さなかったからさ。こう、なんで、守衛が来ないのをいいことに、あの、もうよく出さなかったからね。いや、結局、よく出してたら、なんかあれ、何十回もやり直さなきゃいけないからね。もう一回、ロードブリッジ実証とかからさ、セーブデータないから。セーブデータっていうか、セーブデパートってあの、なんだろうね。特殊な街とかしかないんだよ、ここの、ロードブ、あの、ここの、なんだ、なんとかっていう、あるじゃん。アンブロシアか。あんまないんだよね。これ今どこ向かってるの？意味わかんない。なんかぶつかったよ。ちょっと待って、どこ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 。ぶつかった。分かんない、どこにぶつかってるか分かんない。もう近くなんでしょ、要は。ほら、あー、なんだこれ。強さの進撃でも一回待っとくか。あー、でも戦士の時にあったもんな。戦士だってそう、99になってるわけでしょね。一回行ってるはずだから。で、ちょ、
40にします。40にして、あとは帰りしなに清崎要塞にします。どうしても盗賊がちょっとね、で自分は何4600かな、ちょっと中途半端だな。4600だったら、誰だったっけな。あ、じゃあ600戻すのか。なんだそれ。あ、まあ、いや、こうしようか。なんか意味がわからなくなってきた。なんか意味わかんないな。これなんだろう、オバタリアンの、いや、私が、いや、今日は私がっていうやってるようなみたいなもんだよな。4000でしょ。分4000、ちょうど4000使っちゃって、じゃあ6500になるでしょ。65、はい、65、祈るね、持ってこようかな思ったんだけどな、しょうがないよな。ちょっと待って、強さだよな。ちょっと待って、合ってるかな。ちょっと待って、お金使っちゃうから。そうそう、強さ合ってる合ってる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、30、21、23、4、5、6、7、8、9、10、OK で、65。まあまあ強くなったでしょ、これで。もう清様もいらないからな。で、あー、しまった。まあいいや、シスターに渡した間違いだったな。まあいいや、まあいいや、シスターの清さを一応30上げます。30ぐらいいけるのかな、確か。25で止まりだったらもうしょうがないけど、でも身も渡そう。なんか意味わかんないよなこれ。結構無駄じゃね。これ今日見てる人は何やってるかわけわかんないだろうな。結構意味があって面白いからやってるんだけどね。これがレベル上げて、ちょっとそうだよな、なんかそうだよな、なんかレベル上がった時になんか体力は全回復っていう、もうそれのぬるゲーだしな。なんかいろんなルールがあったよな。それが一番やっぱファミコンって面白いんだよ。いろんなジャンルが生まれてさ、ディスクシステムでアドベンチャーゲームとか生まれてさ、いろいろ生まれたんだよね。だからもっといろいろさ、生まれないといけないんだよね、今の時代。もっと、だって無限の可能性あるわけだから。だからそこら辺から考えたらな、なんか。あ、なんかこれ、何々のキャラクター変えただけじゃんっていう、そんな感じだもんね。あ、ちょっと待てよ。あ、もうマックスじゃん。一応。さーて行くか。あ、ちょっと待ってよ、あれやってるよな、やってるな。ここで磁石か、あれ忘れた、シャレならんぞ。あれどこだっけ、間違えた、やべ、あー、ここ、あー、まだダメか。どこだっけ、これか。でも清さ30っていうのもすごいよね。あー、でもだいぶ強くなると思うよ、これで。盗賊も65だったら。だからシスターをそんだけ増やす意味があるのかどうかとは思うけどね。どうやったかな、こうだったかな、こうだったかな。
と。あー、こいつ雑魚だ。よーし、試してみろ盗賊。強くし、うわ160、強い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 。おー、強い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 よ。いいよいいよ。あれ盗賊、あー、だいぶマシになってる。あ、いいね。やっぱり強くなってるよ。あー、これごめん、どれ行くか、もう一回。あー、いいね。やっぱり MC 上げたらやっぱり使えるじゃん、結構。ただ回復は間に合わないけどね。だから溢れる部分があれなんだけど、だから回復量は変わらないからさ。あ、いいじゃん、結構。あ、そうか、今日は魔法使いの日か。魔法使いの日だ。ここだけなんだよね、確か雑魚が出てくるの。結構覚えてるよね。あー、でもちょっと回復させるか。やっぱそれがね、あるんだよな。次の敵までその MP が間に合わないっていうのはネックなんだよな。それがね、もう使っちゃえ。あ、もう S 君行くか。あー、ダメダメダメ、そんなことしちゃダメ。それは強い適用だって。そう、無駄遣いしちゃダメなの。そう、なんでもそう、あるからあるだけ使っちゃうっていうのほんとダメだから。もうほんとにね、それで結構人生ってね、人と差がついてくるんだって。あんま収入なんか変わんないから、人、日本で言ったら。こいつ、あれを使わしたいんだよな。盗賊当たるからね。あれが強いから。あー、まだか。めんどくさいな。ゴメドラが、あー、来た来た来た。ゴメドラ来たよ。ゴメドラ来た。イエーイ。だいぶ強くなったね、これで。だいぶマシになったじゃん、これでも。ほら、だいぶマシになったよ。ほら、75じゃん、最強の剣だから。いいね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 、いいじゃん。早く死ねえよ、もういい加減に。もう魔物、もうどうしよう。あー、まあ70あるから一応唱えれるわ。マンモンウォーっていうやつの、なんだ、タコお化けに使うやつだからね、あれは。この野郎。あー、じゃあダメだ。魔法力は回復するからね。ああ、いけいけいけ、危ねえ。と危ないよ、本当にな。なんだったっけ、
忘れた器用さでシスターをあげるんだってね、確かシスターをあげて、で30だけあげて、あとは戦士だ。シスター弱すぎるからさ、シスターも言うと肉弾である程度戦ってるからな。上げ方っていうのは俺が決める。あ、何分やってんの。あ、30分やべえ多分ここ見てる人いないな。もうしょうがない、もうこの前みたいに40分になるかもわかんないな。まあしょうがない、意味がなく、なんかお金を渡してだから間違えたんだって、さっきの間違えたので、こうね、間違えないようにこう自分の思った以上に作らないようにリミッター使えとかないとね。結局人っていうの絶対細かいミスするから。じゃあ3000で器用さが30アップね。 やろう。今日すごいな、よく考えた。あれいないぞ。あ、奥か。もうこれやったら収録切ろう。帰るとこまで映してもしょうがないさ。いくよ、1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、1、2、3、4、5、6、1、8、9。ちょっと今25で止まってた、どうしようかなと思って忘れてた。あ、よかったよかった、一応いけるんだ。あ、よかったよかったよかった。これね、特性があるからどっか書いてたな。よかった、ここに書いてるわ確か。あれどこだったっけ。あ、もういっか、今見てもしょうがないじゃん。どっかに書いてたな、今ここで収録中見てもしょうがないな。だよな、どっか書いてる。危ない危ない、これね、適性が例えば25までだったら25までしか上がんないんだよね。金捨てたよな、上がってるじゃん。で、器用さをあと残り7をぶち込みます。あの戦士が、はい、こう、ちょっと待って、ここ器用さだよね、ちょっと待って、器用さ、そうそう器用さだよね。2、3、4、5、6、7で、じゃあ騎士がだいぶ強くなって、まあちょっと戦士がちょっとミスしにくくなって、でほらあれだよね、シスターもちょっと、そうだな、シスターもミスしにくくなってって感じだね。もうだ、ほらもう経験値見て、ほらレベル18とか19ですよ、すごいよね。っていうかもう33分なんで、今日ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。